い、どうもピオキングです。今日はですね、トロールコースやっていきますか。あのね、嬉しいことにですね、トロールコースっていうのはなかなかね、人気があるみたいで、トロールコースのあの動画をですね、どんどん増やしてくださいっていう意見がね、あったりするんですよ。まあ、そのリクエストにですね、乗るか乗らないかはちょっとまだよくわかんないんですけど、トロールコースっていうのは編集時間がめっちゃ長くなってしまうんですよ。なんで、まあトロールコースを増やすことによってね、動画を出すスパンっていうのがね、どうしても長くなっちゃうんですよ。まあ、そんなことはね、お前の好きにしろよって話なんですけど、まあそれじゃあやっていきますか。パークオブファンサプライズ。まあ、今回のトロールコース、サプライズって書いてたから、おそらくなんかね、いきなり系だと思うんですよね。じゃあこれ普通に左行って、あのコインのところは行かないで。いや、行ってしまったけど、あ、これでなんかさ、右の鉄球壊せるんじゃない？キャー鉄球が繋がってるから、鉄球が出るっていうことだね。で、ここで左に隠れろみたいな。キャーファイヤー取れみたいな感じかな。もう速攻2回やられてしまいましたけどね。ちょっとファイヤー取ろっか。ファイヤー取ります。ここ。オッケー、よしよしよし、ちょっと待って、いや待って、危ねえ。で、この耳ギね。おしおしおし、いやいいね。今回 1.53% だからね、そんなに難しくないような気がするんですけど。ヒュー、ここは右、オッケー、多分これでいいと思うんですよね。で、オンオフはしなきゃいけないから、一回オンオフしよう。ちょっと待って、なんか危ない、ブラパ見えてる、ブラパ見えてる上にブラパ見えてるね。だから先に行けばいいんじゃないかな。ちょっと待ってねあのブラパは罠か。ちょっとね、読めそうで読めないね、この方のコース。でもね、めっちゃ単純なんで分かりやすいよね。なんかこう罠がね、うん、みんなにも分かりやすいっていうのかな、単純でリアクションも取りやすいしリアクションも取りやすいとかね、まあ、実況者らしからぬことをね、言ってしまいましたけど、まあここでヨッシー取っていこう。ヨッシー取って、これ上に行くと見せかけて下に行こう。そのまま下に降ります。あ、下に降りれないか。じゃあヨッシーを一回捨てなきゃいけないんじゃない、こう言って、でヨッシー下で取るみたいな。ヨッシー取れないのか、これは。あれ、あ、これどうやってヨッシー取んの。なんか下にヒントあるね。針に当たって下に戻ってこいみたいな感じ。ここか、ここの針に当たればいいんか。ここの針に当たってこう行く、でこのまま降りる。オッケーオッケーオッケー、多分これで来た。よし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 、危ねえ、よし、取り逃がすとこやった。でこのまま右ね、でこれは変えていいんでしょきっと。でこのまま行こう。うわー、チェックポイント欲しいね。いや、チェックポイントまだくれないのか。でここをよし食べていこう。よし食べてって、よしじゃねえや、ファイヤー食べてって、このまま右。うわ、今ブブーって言われた。うわー、なるほど、全然わかんないけど、ボム食べるんじゃない、こうボム食べてのこっち行く。あ、これやってるっぽいね。そしてここで出す。あ、意味ね、意味ね、このまま右行こう。で、中間ポイントもあっていいよ。今日はそんなに長くするつもりはないんだって。この土管入ったらさ、すぐにジャンプ、よし、うわ、これ怖い絶対なんかあるって。これ普通に音符ブロックで生かしてくれんのかな。やっぱりね、絶対こうなると思ったじゃあここ急ぐね。こんな感じでジャンプ、オッケーで、オッケー、よし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 、ブラパ残念だったね。僕は先に行きますよ。でここで中間ポイントがそろそろ来ると思うんですけど、あいつが危ない。いや、狙おう、狙います。ちょっと待ってね。はい、このコースなんかあれじゃない、なんか急いで行けば行けるみたいな感じだよね。こことかさ、特にほらもうこうすぐ行けみたいな。でここもね、音符ブロックしたらすぐ行けみたいな。で次もそうでしょ、このパックンやねや、このプクプクも急いで行けみたいな。なんかね、そんな感じっぽいね。ここ読めました。だからね、僕急いで行きます。待って、これは取らなきゃいけないっぽいね。あれ取らないけんっぽい、やっぱり。あ、なんか出たね、お前か。そうそう、こうして、そして上で右で、このまま急いで行こっか。急いで行ったら多分いけるんじゃない。ほら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 、あ、いや、こっちで合ってるくさいね。あ、こっちでいいっぽい。はあ、ちょっと今のどうやって避けんの。
あの金魚の回避方法がわかんねえ。どうしよう。これはここ。オッケー。よし、また来るでしょ。よし、で右は？じゃあどんどん逃げようか。これはパウせないかん。パウして。あれ、ちょー、お前か。あ、上になんか入れた。上に入れたよ。これは？あ、え、なんこれ。なんか上には行けるんですよね。ちょ、上行ってみようか。ちょ、待って、上来て。上、オッケー。なんもないかい。そんじゃここパウスとした瞬間、右に入ります。もう噛みまくったけど、右に入ります、とりあえず。これはオッケーで、右、よし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 。そしてこれはオンオフして、なんかバネがあるんですよね。下に行こっか。なんか上に行くと見せかけて下、いや上から多分ね、ブラパカなんか出てくると思うんですよね。だからすぐこっち行きます。ほらね、やっぱり。いや、これワンチャンいけるくない？これいけるよね、きっと。うわ、そっち来るの。それじゃあこれオンオフして、鉄球を右にやるでしょ。オッケーオッケー。左にやるのか。左にやって、この上に行く。これで合ってると思うんですけどね。一回この鉄球怖いんで出しません、もう。そしてからの下に降りよう。ブラパに当たらんようにせないけんね。あ、オッケー。そして中間ポイント取れねえ。うわ、マジかよ。さっきの変えたらいけないの？うわー。いや、このままゴールすればいいだけでしょ。ねえ、制作者よ。そんなこと僕にしても無駄だぜ。このままゴールしてやりますから。すみませんでした。ここは出そう。出しておいてすぐ行こう。多分それがいい。はっ、オッケー。これで中間ゲット。よしよしよし。で、次行こう。次ちょっとね、よく分かんなかったんですよね。多分これはこのまんまここに追っていいみたいな感じでしょ。で、中間の大事さを知るね。右にダッシュだね。右にダッシュしよう。オッケー。で、これ上から行ったらいけるみたいな。あ、なんもないね。じゃあここ右行こう。うわ、次はどんなんが待ち受けてるんだろう。いや、このコース面白い。これ下行きます。ここで合ってる。オッケー。そして、ちょっ、え、何が降ってきたの今の。何が降ってきたんだろうね。鉄球かな。一応ここにちょっと置っとこう。ここに置っといて、うわ、パウか。パウじゃねえや、あの金魚か。で、このままどうすればいいの。あ、もう一回戻るみたいな、多分そんな感じじゃない。そして、おーい、すぐ左に行きます。避ける。オッケーオッケーオッケー。で、キノコ取っての、あー、よかった、ここまで来れた。で、上がってね、上に行こう。そしてオンオフでドア。よし。うわ、これは滑っていい感じで。いや、大丈夫、信じよう。うわ、絶対こんな感じと思ったわ。どんなやられ方をするんだろう。うわ、待って、チェックポイント1って書いてなかった今。書いてたよね。うっそー、ここマジむずいよね。どうすればいいんだろう。とりあえず一個ずつ倒す。こうしておいて、ちょっと待ってね。ほっ、オッケー。で、ここで一匹倒そう。で、ここでも一匹倒す。で、ここでも一匹倒す。むずけー、この調整。マジむずいよ、やられること。ちょっと待ってくれ。大丈夫、ブブーって言われましたけど、大丈夫かな。これはこっち行ってみる。で、右。うわー、怖え、チェックポイント戻されない。なんだこれは。どうすればいいんだ。多分上に行けみたいな感じでしょ。よし、来た。そしてこれはこんな感じ。上に行って、なるほど、一番左のここね。ここでやられろみたいな感じか。あれ。この骨にやられるみたいな感じ。いつこっちに投げてくれんの。いや、地味だなこれ。さて、ここまで来ましたね。こっからちょっとここに追っておこう。で、下に行くんじゃないのこれ。下に行って右、ちょっ、ちょっ、ちょっ。鉄球より早く行く。このキノコ取って、鉄球より早く、鉄球より早く。よし、そろそろゴール来たー。これは来た。ちょっと待って、左、あれ、あれ、ゴールは、あ、
待って、今左ボールしたと思ったんだけど、あれ、なんて書いてるの、ケーク。こっちで合ってるっぽくない、なんか。めっちゃ花火打ち上げられたんだけど、こっちで、これ、よし、それじゃあここだね。ここはもうずっと左で折ればいい。多分そんな感じでしょ。オッケー。あバネ。どうやってゴールすんのじゃ。いや、ここね、わかりましたよ。ここ一番左ずっと押しっぱなしするんですよね。そしたらなんか開くんですよ。そしてバネが降ってくる。その後に、はい、落ちた。いや、難しかった、このコース。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。